皆さん、こんにちは。佐野隼人です。ドラマ、ドラゴン桜がですね、毎週日曜日の夜9時から放送中でございます。モーニングで連載中の漫画、ドラゴン桜2が原作の作品となっておりまして、僕はですね、阿部寛さんが演じる主人公、桜木先生の元教え子、米山慶太役を演じさせてもらっております。1話を見てくださった方はわかると思うんですけれども、僕はちょっとすごく、その内容ははっきりは言えないんですけれども、すごくミステリアスな出方をしておりますので、ぜひ今後も米山のね、これから楽しみにしていただけると嬉しく思っております。ドラマのオリジナルの展開が予定されておりますので、ぜひそちらも楽しみにしてください。以上、佐野隼人でした。